号機ですよ。1メートル以上あります、背の高さが。この辺に1メートル以上ありますよ。アイリッシュウルフハウンドを日本でも飼ってらっしゃる方いらっしゃるんですけど、多分すごい大変だと思いますよ。これだけ大きいと。多分日本で飼ってらっしゃる方、いや、いらっしゃるのご存知、いらっしゃることを知ってます、存じ上げてるんですけど、それはテレビかなんかで見たことがあるからです。テレビとか雑誌で見たことがあるからであって、直接その人を僕は存じ上げないんですが、まあテレビや雑誌で見て知ってます。で、その多分大変だと思いますね。その繁殖とかがですよ。ほら、新しいその血液をヨーロッパから入れる時とかがちょっと大変だと思うんですね。そのほら、なんていうか、生体を輸入するのって難しいじゃないですか、これだけ大きいと。あの犬見てください。僕はずっと目であの犬見てます。この犬1メートル以上ありますよ、背の高さが。あの背の高さって背中まで、あの肩のとこまで絶対1メートル以上あります。だからまあ頭まで入れたらすごい高さになるわけですよ。で、そしたらね、もうそれはもう無理っていうか、すごい輸送費が莫大なお金になるから、もう100万ぐらいになりますよ、輸送費だけでですよ。だから難しいんじゃないですか、そのなんかいい生態を輸入するっていうのが。だから多分大変だと思いますね。まあそういう意味で大変じゃない、ないじゃないだな、大変なんじゃないだろうかって言ってるんですけど、
本の住宅で飼うっていうのが大変ですよね多分ね。まあもちろんその飼ってらっしゃる方は広いところでに住んでいらっしゃる方なんでしょうけど、これだけの犬を、まあ一頭ならまだしも複数頭飼ってらっしゃる方って、うわすげえでかい。すごい大変だと思いますよ。でもアイリッシュルハウンドすごいいいですよね。これね、僕も好きです。ただ大きいな。子馬みたいな感じですね。馬の子供みたいですね。そうなの。なんか基準が分かんない。この犬が選ばれましたね。ちょっと一応前に行って撮ってみっかな。